お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日ですね、シーズンがね、先ほど終わりましたというわけで、まあ振り返りつつね、こうやっていこうかなと思うんですけども、ですね、マジ今季、マジでね、全然でしたね。エグカスでしたね。これ、7-2フィニッシュですね。なんかまあ上、しかも1031。いやもう終わってますよね。これはさすがに。さすがにこれはね、良くないですね。前シーズン、7球ですね。トップが7球まで行ってて、僕、7-6も行けなかったんですよ。7-7は行きて、7-8攻めて行きたいなとか思ってたのに、7-6ですら行けなくて、7-5、6-1ぐらいかな、多分。履歴があるんですけど、なんかね、基本的になんか変なロフィグ使ってたんですよ。ババームートロフィグか。これだ。そう使ってて、いや結構、7-6ぐらいを停滞してたんですね、ずっと。7-6じゃねえよ。持った。そう、7-4、7-5あたりを、ずっと停滞してたんですよ。この辺かな？そう、ずっと停滞してて、変えなければいいのに、なんかでも停滞ってことは、もうそれ以上上がんないんですよ、多分。ってことで、こう、で、去年変えたんですよ。で、変えて、気づけば7-2という感じですよね。本当にマジで変えなきゃよかったなっていうのがまあありつつ、まあそんなところかなっていうわけなんですけど、まあ本題に入りましょうと。まあ今の本題なんですけど、なんとですね、前シーズン、この世界1位の人がエリゴレです。しかもなんかちょっとね、こうトルネが入ってるババコエリのとか、ちょっと難しい感じのやつならわかるんですけども、このエリゴレダクネヒーラーレイジっていう、このね、ちょっと前に流行ったやつ、サービス終了デッキとか言われたやつなんですけども、これが世界1位フィニッシュをしちゃったと。大問題じゃないですか、マジで。まずこのデッキが世界1位になるっていうこともやばいんですけど、いやお前どんだけこのエリゴレうまいねんっていうこんなチンパンデッキなのにそれで世界1位取れるってやばいっすよ。普通にこういうゴリ押し系ってこう防衛がうまい人に通じないんですよね。はい、相当、まあ、マッチング運が良かったか、こいつのエリゴレのピースがもう、カンストしてるってことですね。エリゴレで世界1位ですからね。これ結構やばいですね、と。まあ、いうわけで、マジで、チンパやっていこうかなと、思います。これね、このレイジゲーですよ。いやー、マジ、今シーズン、いや、結構、あれっすね、なりますね。カスっすね、マジでカスだったな。もっと行きたい。もっと、なんだろうな、上、何が良かったかな、何が多かった、スパーキー、クロス、ぐらいかな、印象に残ってるな。あとなんかいろんなのがいたっすけど、もうマルチ上位は、クロスと、スパーキーがちょくちょく、なんかそのイメージしかないですね。またなんかもう、その、ペッカが最強に強いやつ。なんか神器デッキって言われるやつが最高に強いやつとか。まあ、なんかそういう極めたやつらが上がってて。あとはまあ関係ロイか。ロイジャイハンターですね。高回転のやつ。そう、あれが入ってたぐらいっすかね。そんな感じなので。一つを、こう、今後ね、マルチ、ちょっとマジで上取りたいんで、そう、方法として、じゃあどうするってなった時に、環境のめっちゃ強いやつ、今季だったらまあロイジャイですね。を、まあ一番使えれば、言ったらそれの中ではトップ取れるでしょ。だからまあ環境強いやつを最強に極めるか、パターン B として、まあ何にも関係なしに最強、もう一つをマジでアホみたいに極めるってことですね。なんかこう、やっぱいろんなデッキ触れるからこそ一つのこう、なんていうんですかね、もう磨きが止まってるんですよ。もうもっと磨かないといけない。そう。っていうので、まあパターン B がそれ、もう最強に極める。まあでもロイフグとかだと、やっぱり限界があるんですよね。なので、本当に万能のやつを超極める。まあ極めてしまえばいけるのかもしれないんですけど。で、パターン C としては、まあその環境を、環境に強いのを使うってところなんですけども、そう。環境に強いやつ。例えば今季だったらロイジェが強かったので、まあ、そのロイジェに強いやつ。まあ、それが多分エリゴレだったんですよ。そう。っていうので、この人は上がってるんですけど、なので、エリゴレ
僕が使えばよかったってことですよね、結論。いや、わかんない。勝てんのかなっていう疑惑がありますけど、あれ、相手寝てんな。相手マジ寝てますね。はい。そう。っていう感じでね。まあ、なんかパターン A、B、C ですね。環境強い、または環境メタ、またはまあ関係なしに何かを最強に極めるという感じなんですけども。いやー、もう難しいところですよね、それがまた。ええ。っていう感じでね、ちょっとマジで頑張っていきたいですね。リーグがあと2週間後ですね。2週間後にはもう始まっちゃうので。よいしょ。これは、出だしのね、お眠りタイムによって勝利をね、得ましたね。よいしょ。で、あと1800なんでワンチャン。というわけで、グッドゲームですね。チンパン申し訳ないです。だから、これでグロイチームなかなかですけどね。だって無理じゃね普通に。普通に考えたら無理だと思うんですよ。いや、すごいですね。リプレイ見たいですね。世界一のエリゴレですよ。見てみたくないですか？だって僕ら言っちゃえば、ただエリゴレ出して、こう、ダクネ出して、なんか形組むだけじゃないですか。まあ多少はね、なんかあるかもしれないですけど、何が違うのっていう。なんか高回転デッキとかだったら、ああ、うわ、うめえ、うわ、全然違うとかあるじゃないですか。けど、こう、なんか重量級って、あんまなんか違いがないっていうのがあるじゃないですか。うわお、嫌ですね。何が違うんだろうっていうのちょっと気になりますね。うわ、クローンか。しかも、キョスケちょっと嫌ですね、僕からしたら。エリゴレ出さないのかな前半、ワンチャン。さあ、というわけで、コウモリがすんげえ飛んできてる。うわ、みっちいな、あれ。もう無視しますね。たぶん、あ、ヤナメあった。ヤナメあった。忘れてた。ちょっとヤナメあったの忘れてて。なんならこれでヒーラーつけれたら、結構強い。相手、キョスケなんで、この、光栄がしょぼい時の、このキョスケ、なんていうんですかね。この、エリゴレが解けないんですよ。そう。この光栄の、うわ、めっちゃいいクローンするじゃん。光栄、キョスケは光栄に強いんですけど、盾を溶かす能力がないので、よいしょ。こんな感じで、エリゴレレイジでダメージをね、さ、稼いでいきますというような、まあ、若干のなんかね、そういうのあるかもしれないですけど、ただ形を組むだけだと美味しくね、いただかれるので、こういう何つけるのか、何を無視するのか。際どいっすね。際どすぎる。エリゴレ。まあ、そういうわけでね、まあ、シーズン2ね、本当に、始まるんだね、ちょっと。頑張るしかねえ、ザウルスと言ったところですよね。うわ、出た。くぅー、キョスケ、ちょっと待ってくれ。あと900でしょ、これ。単体エリゴレでいけそうなんだけどな。うわ、これヤナム打って一回ヤナム打つでしょ。エリゴレヒーラー、一回守りますか。一回守ります。左多分エリゴレで落とせるんですけど、相手の小物が、やべ、これエリゴレ行って、いや、オッケーオッケー、いや、めっちゃやべえ、これ。早くスケバレ。いや、なんなら耐えたら、うわぁ、ちゃんと防衛してくるじゃん。エリゴレちゃんと防衛してくるじゃん。うわ、終わったな、これ。というわけで、キョスケクローン、でも、あの人なら勝つかもしれないっていうのがね、あるんでね。ふぅ、まあ、これで世界一は、すごいっす。エリゴレ使えばよかったって思うんですけど、そんなエリゴレ世界一に取られたら。取れないっすよね、普通に。わかんないけど、普通は取れない。いや、それがまたね、ちょっとクララの面白いところですよね。よりのめり込んじゃいますもん。ほんと。うん、やばいっすよね。さあ、来シーズンは皆さん、何が入りますか？ディガーとスペルが死ぬので、死ぬというか、まあ、軽く落ちるので、細かい系の削り部隊がね、やっぱ辛くなっちゃうんですよね。ということは、やっぱりこう、細かいのじゃなく、形を作る系が、まだちょっと強くなってくるというわけで、まあ、ゴレ、ラバー、エリゴレ、そう、ジャイとか、スパーキーとか、まあ、ロイジャイとか、かな？高回転系はだんだん苦しくなってきますね、毎回。どんどん苦しい環境、苦しくなっていってる気がしますね。というわけで、ちょっと、重量級をしっかり磨く
時がね、なんか今までだったら高回転は結局最強だと思ったんですよ。てか高回転をこう極めてしまえば、なんかこう言っちゃえば磨き切った時の最大値みたいなをこう表した時に、高回転の極めたもの VS 重量級の極めたものだと、こう高回転が勝つ理論だったんですよ。なんか今まで、まあ、僕の中ですかね、これは多分僕にとって重量級をどれだけ極めたとしても高回転を最強に極められたらその人にはやっぱ勝てないっていうのを思ってたんですよ。そうなんですけど、ちょっとそういうのがね、また変わってくるのかなみたいな、まあ、勝手な意見ですね。これは本当に僕なんかただただ勝手な意見なんで全然気にしないでもらえたらいいんですけど、っていう感じでね、これヒースピで回復しますヒースピだけ、あーヒースピだけ、これレイジして、レイジによってこのヒーラーの回復がね上がるんですよ。よしね、エリゴレはマジで解説してるのじわるっすねはい、一本。よし。さあ、というわけでね、なんか本当にでも辛くなってきますね。来シーズンは、親衛隊とボーラーですね。ボーラーが活躍する時代。だから、大型メタ、大型に強いのとかなんだろうね。インドラとか。このデッキじゃん。大型に強い。大型に強いデッキ出てきましたね。さあ、これを使うしかないですよ。降ってきちゃいましたよ。大型に強いデッキ今。わーお、これむずいな。こういうのめっちゃむずくないですか。オッケーオッケー。いやでも、しっかりこれマスケティアですね。マスケティアを処理したら、あー、うん、いいですね。いいエリゴラーだ。よし。というわけで、相手は、希望ね、失いましたと。いうところで、もうこれおってね。おります。いやー、これでも世界一はすごいね。普通に。ちょっと、うん。また、なんかガラッと変わりますね。スプレーダメージ下がるし。ユニットいろいろ。まあ、若干ですけど、まあ、ディガーとか、そういうのが変わるので。次のシーズンどうなるのかなというところで、多分明日、環境の調整、来ると思うので、また明日ね、その、環境をいろいろ新入れたいとか、ボーラーとか触った動画もね、あげようと思うので、ぜひそちら見てみてください。というわけで、終わります。皆さんもシーズントラゲ、お疲れ様でした。お疲れちゃんでした。